こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。料理研究家、管理栄養士をしております。今回ダイエット中の方必見です。タンパク質の正しい摂り方についてお話をしたいと思います。ダイエット中ね、タンパク質大事だ大事だって皆さん分かってらっしゃるんですけれども、どのように大事で、じゃあどういう、どのぐらい、何をどのぐらい摂ったらいいのかって意外と皆さんね、分かってない方も多いかなと思うので、そのあたりも詳しくお話をしていきたいと思います。まずタンパク質の働きですけれども、と髪の毛、皮膚、あと内臓、血液、いろんなものを作るのに、まず体を作るのにタンパク質って絶対必要ですよね。でそれ以外にも、と例えば栄養素を運搬するとか、あと毒素を分解するときにも使いますし、あと酵素とかホルモンなんかもね、タンパク質が原料ですよね。ということで、もう絶対に必要不可欠なタンパク質を1日どのぐらい摂ったらいいかということです。私を例にとりますと、私体重がだいたい51、2キロなんですけれども、体重かけると1グラム、または運動とかの活動が多い方は 1.2 とか、またはもっと運動する方は 1.5 とか、そんな数字をかけた量が1日に摂るタンパク質の目安量になります。なので私はだいたい 50g から 60g ぐらいのタンパク質をね、1日摂るようにするといいわけですね。でタンパク質の目安なんですけど、じゃあ 50g お肉食べればいいのっていうと、それは大間違いです。タンパク質は例えば牛肉 100g にだいたい 20g 含まれてるんですよ。で目安にするのは、よく自分の手のひらですね、手のひらぐらいのお肉を摂ると、ちょうど自分の必要なタンパク質が含まれている、一食分に含まれているというふうに考えると分かりやすいと思います。で今回はちょうどね、20g タンパク質を含むレシピをご紹介していきたいと思います。で使う材料は、納豆1パックにお豆腐 100g、 そして卵1個です。ちょうどこの3種類で 20g のタンパク質になります。今回の料理、納豆入り豆腐というものを作ります。納豆と卵とお豆腐、これでちょうどタンパク質 20g なんですけれども、と納豆もね、お豆腐も大豆、これアミノ酸スコア100といって、全ての必須アミノ酸含んでいます。卵も同じなんですね。なのですごくね、これバランスのいいアミノ酸全部含まれるんですけれども、やっぱり植物性と動物性で多少アミノ酸のバランスが違うので、一緒に摂るとね、よりバランスが良くなるんですね。であとは味付けはですね、今日シンプルにお醤油とごま油のみ。あとね、納豆はこの添付のタレとか、からしもね使いますね。で冷蔵庫にあったね、こういう彩りのいい野菜を少し千切りにして、で色を添えていきたいと思います。でこちらの3種類のタンパク質って、ほとんどの栄養、ビタミン ABCD 全部ね、いろんなものを含まれるんですけど、C が唯一足りませんね。そう、唯一 C が足りないんですよ。なのでパプリカとか、人参とかね、こういうものを少し入れてあげると、より栄養バランスも良くなります。であと最後仕上げに、ダイエット向けの方これ絶対使うといいと思うんですけど、 MCT オイルですね。MCT オイルってね、中鎖脂肪酸といって、ですぐエネルギーになって脂肪として蓄積しにくい油なんですね。で脂肪として蓄積しにくいだけじゃなくて、自分の脂肪自体も燃焼しやすくしてくれるんですよ。ということなので、小さじ1杯ぐらいね、これ仕上げに入れてあげると、いつものおかずが脂肪燃焼のおかずに変わります。ということで、今回納豆入り豆腐を作った後に、この MCT オイルを小さじ1杯程度入れて、脂肪燃焼のダイエットスペシャルタンパク質メニューみたいな感じで仕上げていきたいと思います。準備をしていきます。まず納豆ですね、こちらは添付のタレと、あとからしも一緒に入れて混ぜておきます。結構このタレもね、旨味があって美味しいので、これを入れておくだけで納豆がすごく食べやすくなります。でこのね、納豆のネバネバっていうのは、これは納豆キナーゼというね、酵素の作り出すネバネバなんですけれども、
この納豆キナーゼってね、タンパク質分解酵素なんですね。なので血栓を溶かしたりするのにも役立ちます。ただ今日は加熱をするので、この納豆キナーゼのね、あの酵素は多少失われてしまいますが、なるべく加熱を少なくして少しでも取れるようにしたいなと思います。あとお豆腐、これは木綿豆腐使ってます。これ少しね、こう手で潰していきますね。卵は割ります。そしてここで先ほどの納豆キナーゼをね、なるべく生かしたいというお話しましたよね。なので卵の中に入れてしまいます。卵でね、ちょっとコーティングをして、なるべく熱をね、あまり入れないで済むようにしたいと思います。血栓って夜ね作られるので、寝てる間にね、この納豆キナーゼが入ってると血液サラサラ効果高くなるんですよ。なので、夜取るんだったらそういう効果がちょっと期待できるかなというところですね。はい、ごま油が入ります。で、お野菜から先に炒めていきます。本当にこれ冷蔵庫にあった余ったお野菜なんですけれども、ネギでも玉ねぎでも、もうお好みのもの、キャベツとかでもいいですね。余ったお野菜使ってください。はい、お豆腐が入ります。今日はね、木綿豆腐使っていますね。はい、お野菜とお豆腐が混じりました。そこにこの納豆と卵を合わせたものを入れていきます。で、ここからはなるべく短時間でね、仕上げたいので、この全体を絡めて、で固まればもう出来上がりなんですね。味付けですね。はい、お醤油が入ります。で、納豆にもね、味ついてますので、お醤油ちょっと入れすぎないようにしてください。はい、卵が固まりました。この状態まで来たら、最後に痩せる油、 MCT オイルです。これをだいたい小さじ1杯ぐらいですね、入れていきます。はい、これを入れることで脂肪燃焼効果がアップします。では味見をしてみます。これね、すごいご飯に合います。納豆が全然臭みがないし、でお豆腐とね、卵のふわふわっとした感じもいいので、ご飯にかけちゃったりして丼にしてもおすすめです。ぜひ試してみてください。今日のレシピ、卵、納豆、お豆腐全部材料合わせてもだいたい100円ぐらいでできちゃうレシピなんですね。お財布にも非常に優しいです。そして腸内環境にも非常に役立つレシピなので、ぜひ健康的に綺麗に痩せるメニューとして作っていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。お役に立てる情報でしたら、チャンネル登録、そしていいねボタンもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。